いやー先生おはようございます。おはようございます。 J リーグ応援部でございますけど、また新しい週がやってきましたな。そうです ね、ということで週末のサッカーね、の話題なんかもお送りしながらですね、やっぱりスタジアムをね、うん、締めくくりに見て日曜日の夜中に撮っちゃおうという毎週のこの企画でございますけども、うん、先生、はい、何から喋ったらいいですか？何から喋る感じ先生は。いやーどこでしょうね、うん、今週だとね、今ね、でさ、代表を見て、はい、J リーグ見てユーロも始まってるわけでしょ。ルヴァンもやってるし、コパも始まるっていうじゃない。コッパーが始まりますね。これサッカー好きじゃない人が聞いたら何言って、お母さんだったら何言ってなんだって言われたら、ね、何言ってんのってなりますね。呪文なのそれはって言われますけどもね。いやだから代表を見て J リーグ見て気分転換にコパー見てる感じですもんね。コパーじゃないリューロね。うーん、あーそうですよ。そうですね。ね、まあ気になった試合ってところで、うん、まあなっていくと、まあ今回ね J1 はまあルヴァンかなってところなので、うん、まあちょっとルヴァンの話からいければと思いますけど、はいはいはい、これであのルヴァンの決勝トーナメントの組み合わせが決ま、組み合わせじゃない、進出の8位くらいが決まったと、はいはいはい、ああいうレギュレーションなんですね。 ACL 組が入ってくる。そうですね、はい、でもここ数年はもうそのこの同じレギュレーションでやってまして、はい、うん、まあもともとねその ACL 組である方々は、まあ、予選免除なので、うん、まあ、川崎、名古屋、ガンバ、セレッソってのはもともと決勝トーナメントから来ますけど、今回はプレーオフステージを勝ち上がりました、鹿島、そして札幌、東京、浦和が入ってくるという形になりましたね、はい。まあ、浦和対神戸だよね、盛り上がってたのはね。そうですね、ここはね、なんかゴラッソ、ゴラッソっていうかもう技ありみたいなのがいっぱいありましたね。いいですね。あのユンカーのループよ、リュンカーのループ。上田綺世のね、あの U24 ジャマイカ戦ね、そのゴールもちょっと彷彿とするというか思い出しましたけど、やっぱちょっと一回り上の技術でしたね、あれね。やべっちスタジアムさんでね詳しく教えてくれてましたけど、ちょっと一回足裏でこねてキーパー止めてみたいな。そうですね、すごかったなあれ、まあ、あと小泉選手へのね先制点の、まあ、アシストも一応彼ということにもなります、プレゼントパスですけど。そして神戸は、うん、イニ様がね、はい、最後ね同点だ、アチコンスパコン決めました、ね、直接フリーキックを。イニエスタフラッシュ決めてくれましたね。ただこれは2戦合計で決まるわけですからね。そうですね。つかずということでございましたけどね。はい、これはでも満足だったんじゃない、見た方はね。これはもう大満足でしょう。ねえ。うーん。そういうゲームでございましたよね。あとはあれですね。まあ、ちょっと悔しかっただろうなっていうのもあるのは、マリノス札幌かなっていうのもありますね。はい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 。あのもうベンチにはポステコグルーさんはおらず、マリノス。あ、もうおらぬのですか。はい、もう一応ね、一応この期間の代理として、普段はあのアンダーカテゴリー見てる松永さんが、つきましたけれども、さすがに行っちゃったわけですか。もういません。ちゃんとご挨拶もせずに。ちゃんとご挨拶はしましたけどね。そうですか、はい、うんうんうん、まあでもやっぱさすがに急で、しかもオナイユ選手とか前田大然選手もいないじゃないですけど、代表活動で、その中ではさすがに辛かったのかなってのはちょっと感じるところではあります、ね。まあ、オンゴールを含む3失点。そうですね。ということですね。あとね、この試合の直前というか、試合前のあの練習あるじゃないですか。はいはい。そこで、本当はスタメン予定だったティーラトン選手。はい。怪我しちゃったんです。あらま。だからもう急遽松原選手がスタメンになるっていうのとか、本当バタバタだったりしたので、まあ本当いろいろあったなって思います。でもありましたね。菅大輝選手のシュートすごかったね。バチコンやってましたね。あのちょっと戻りながらのボレー、東京のあれも決めてましたね。ああ、なんだっけ。アダイウトンもね。アダイウトン選手。あのちょっと斜めに戻りながらだと腰ひねりやすいとこなんすかね。なんですかね。あんなのおじさんやったら腰取れちゃいますけど、多分ですね。似たようなあの腰のひねり方だとね、あの J3 沼津対鹿児島で前半沼津唯一シュート1本だけあったんですけど、その時左からのクロスかな、うん、それで似たようなそのギュンとした腰の曲げ方なんてこともあったな、なんてことをなんか見てて思いましたね。はい、見てたわ。実況だったからね。お疲れ様でした。ありがとうございます先生ね。同時視聴やっていただいて、ね、いやこちらこそでございます。ありがとうございます。だからそうなんですよ。電車乗ったり試合ね、はい、やったりしてたからね、ライブで確認できなくて帰ってね、うん、琉球の試合とさ、うん、栃木大宮だけ見たよ。いやそうよね。ああ、ちょっと帰ってきて。
そうですよ、うん、僕も最近そうなんです。週末ちょっとねお仕事とかね、こういう代表戦のあれとかあったりすると、うん、全部が全部この収録までね全部見終わってないんで、まあ確かにね、ハイライトとか特定試合はね、実況の週なんてさ、もう沼津と、ね、で 2連チャンだったんですよね。僕2連チャン初めてなんですよ。初めてですね、2週連続の実況。鳥取、そして沼津、うん、鹿児島の試合ばっかり見てたんです、うん、間にね、あの鹿島アントラーチャンネル の仕事もあったから、うん、あのその試合も結構見たりとか、マリノスとかフロンターレとかも一回見返したりしたから、すごいサッカー見たなっていう感じで、今日もう終わったと思って、はい、ね、なんかネットフリックスでも映画でも見て帰ってこようかなと思ったんですけど、はい、帰りの新幹線ずっとどうやったらもっと実況うまく伝わるかなっていうノート書いてましたちょっとね真面目みたいですいやそれもちょっと俺は配信として聞きたいですけどね聞かせていただきたいところあります。サッカーに関してはやっぱりね失礼がっちゃいけないっていうかね。そうですね、感動的でないものですからね、うん、そうそうそう、まあ、そんなねルヴァンがあったり、はい、あとなでしこもあったりだとかもしましたけど、なでしこ1年3ヶ月ぶりの失点っていうすげえなって、あそんなに取れてなかった、うん、そうそうそう、なでしこ、そうそう、まあ活動がね、まあ、去年やってないっていうのは確かにあるかもしれないけど、まあとはいえそんな感じだったということで、あとはちょっとね、はい、あの J2J3 にもちょっと触れていきたいと思うんですが、はい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 、まあちょっと先に触れなきゃいけないのはここでしょうと思ってるチームが2つほどあります、うん、私、はいはいはい、ちょっと驚愕のね、うん、ものが何個かありましたよ気になる。そうなんですよ、ね、今日の試合結果を見返したところですよ。まず J3 ですが、はい、鳥取長野、鳥取長野、そうですよ、1対8、これはね、めったに見ない数字ですよね。ただまあさ、なんと、我々見る若、はい、見るととプレビューで当ててるんです。いや先生言ってたような気がする。なんて言ってたんだっけ長野が。あの長野っていうのは今年ちょっと正直今のところは本当は下位に沈んでました。いやただ去年はね、だってチャンピオンじゃないですか本来はね。そうなんですよ、住んでるところで昇格逃した組ですから。そうなんです、まあ、ランキング1位ですよね J3 の中で本来だけど、ちょっと下位に沈んでた。そう、はい、でもこれマーサー皆さん一応、まあのはい、みんな同じようにまず考えてほしいんですけど、うん、じゃあ我々みんなもし J3 の例えば監督だったとして、はい、リスナーの皆さんはね、はいはい、何を目指して昇格目指すじゃないですか。もちろんもちろんそれはそうですよ。ってなったら、はい、今年の最上位クラブってもともと長野から始まってるので、うん、長野を倒そうになるわけじゃないですか。ストップザ長野ってことですね。そうです、そんだけ全チームからマークされたら、うん、なかなか厳しいよね。そういうもんか、うん、だったんで負けてはそんなになかったの、引き分けが多かったんですね。はいはいはい。で、あのその中でだいぶ対策されてたんですけど、うんうん、先日長野は天皇杯で J1 無敗の川崎フロンターレ相手に、うんうん、もう互角のバトルをやり合ったわけですよ。そうだ、 PK まで持ち込んでね、惜しくも負けましたけれども、だからそこで起きたのが、なんならリードして逃げ切れそうだったんですよね。そうなんですよ、あそれで自信つけてバスコン行くかもしれないですね、リーグ戦にっていう。そうなんですよ、言ってた先生、回復しすぎでしょうこれだからもともと持ってる実力はこれぐらいあったんですよ本当。なるほどね。で、すごいのがもともとここまで9試合で6得点だったんですよ、はい、だから、はいはい、まさかの1試合8得点で、いやこれはすごいことになりましたね。うーん、これは長野こっからちょっと台風の目じゃないけど、まあ、本来の実力そのまま発揮という形になるので、そういうのあるんですね。三田選手のハットトリックを含むね、そう、浅田選手ね、浅田選手ね、ごめんなさい、はい、あのなんでもう、またね、一応ね3点取ったから浅田選手で覚えました、ね、覚えました、大丈夫、すいません本当に失礼しました。三田選手なんてのはもうね、はい、いつ J2 来るのってレベルの選手にもなってるし、うん、もうあと、まあベストイレブン動画もまたね、週末出しますけど、はい、来週末ね、はい、まあもう MVP は彼で決定です。何があろうとも。まあ、3点取ってるわけですからね。データ見なくても決定です。ってことがあります。そして、はい、もう一チーム、その天皇杯絡みって考えるともう一個あるんですよ。はいはいはい。J2。うん。京都 VS、はい。はい、ザスパ草津群馬ありましたね、はい、2対2だったんですよ、でもこちらも順位上で考えたらやっぱり京都はね、うん、結果的にこの勝ち、引き分けを含んで、首位に立ちましたけど、はい、まあ、上位争ってるチーム、はい、で群馬今残留を争ってる方のチームでもある、はい、そうですね、うん、でそして今までの直近の流れだとかなんやかんやとかいろいろ考えるとやっぱり京都が優勢で、ミルトとプレビューではザスパ草津群馬の勝率判定は 7.5% で出ちゃった。あ、そうそうでした、そうだ、
これあまりにもひどくないですかっていうね、ミルト特にちょっとこらって言ってたんですけど、僕は。そう。で、そこで僕が話したのが、ただ、群馬は一つ、天皇杯で、そしてその直前に水戸に対してで、なんと水戸に2連勝リーグ戦と天皇杯でしてるから、これ流れ変わったんじゃないか、京都戦はいけるんじゃないかって話したら、本当にまた怒った。本当に怒りましたね、確かにね。ですね、うん。ただいろんな予想してるから、それはね、ここで言ってないだけで外したのもありますからね。全部当ててるみたいな言い方してますけど、僕そういうなんかインチキ占い師みたいなの大嫌いですからね。ミルトとプレビューの視聴につなげたいから言ってるんじゃないですか。先生が損しないように言ってるんですよ。お互いだからいいところをね、そういうこと、そういうこと、そういうことですよ。これがコンビプレーですよ、先生。そうですよ。はい。あとね、まあさ、もう一つこれ伝えたい内容が私一個あるんですよ。何でしょうか。この日ね、はい、長崎対松本という試合があったわけですよ。はいはいはい、そこでまあ長崎また徳良選手が決めまして、すごかったんだよね。いや、そうね。なんか徳良選手とか玉田選手とかいると、うん、ちょっとアクロバティックじゃないけど、うん、あ、それ決めてくるんだってやっぱゴール決めてこられますよね。はいはい、でそこで、あれ、そういえば長崎って序盤あれなんかね、ちょっとなかなか波に乗れなかったよね、うん、と長崎もね、監督交代もしたよね、はいはい、惜しかったチームですよね。そうなんですよ、うん、なんと監督交代していこう、特に5月9日からの1ヶ月間、うんうん、無敗です。うわー、ブーストが止まらない来てますね。今5月23日岡山戦からのところで5連勝、はいはいはい、無敗は7に伸ばしている形なので、なるほど、これはうまくいってますよね。しかも間に天皇杯も、まあ、挟んだ上でこれ僕言ってますが、引き分けとなった5月15日の千葉戦以外はなんと全部完封。おお、いいですね。これがすごいですよね。いいですね。なんかそういうのが、やっぱディフェンス固まってきたチームっていうのがちょっと思うところではあったりするなっていうのがちょっと見えてきた、うんうん、なるほどね、はい、あったと思いましたと、うん、あとまあ帰ってきて夜ですよね、うん、琉球北九州まあ 3-0 でしたし、強かったですね琉球ね。そうですね、なんと先生これ、はい、まあ、風間光也選手のね2得点、まあ、2得点もありましたけど、これね、うん、田中のケイチョンがはい。なんと、また、2アシスト。2アシストしてましたね。ねえ。ふわっとしたクロスから、キュッとしたマイナスコロコロクロスからね。まあ、しゃぶしゃぶコンビで決めたわけですよね。そうですね。ねえ。先輩後輩で。っていうのがあったりとかして、これで琉球勝ち点3で、これやっぱ言ってましたけど、インタビューでね。ええ。やっぱり昼間の結果を見て、京都引き分け、そして新潟負けてると。ほら、行ったろ、詰めたろっていうことで行って、なんと勝ち点、1差まで寄ったんですね、これで。そうですね、これなんと勝ち点、はい、で勝ち点1差の中で、38に京都と岩田、はい、そして37で新潟と琉球ということで、勝ち点1差に4チーム。どう、まあ、というか、あれですね、はいはい、まあ、岩田が上に一気に来ましたね、飲み込んだというか、はい、そんな感じがありますよと。第一集団すごいですね、接戦ですね。そうですね、ただね、実はこの上位4チームを今超えてきてるレベルにあるのが、実は長崎と山形の激追いなんですよ。あー、グッときてる。あの監督交代だから成功組ですよね、この2チームはね。もうもともとかなり10とか15とか離れてたところが、うん、もう1桁台まで来ましたから長崎。なるほど。うん、これまただから、きついですね。はい、東京オリンピック前にはもしかすると勝ち点4差とかであれば、はい、全然この後半戦に向けてで考える全然あるかなと思うので。今、リーグ戦的には何号目ぐらいなの？これは今、ね、箱根で言うと、箱根駅伝で言うとどれぐらいなの？あ、これ4区過ぎて、これから山登りです。なんてちょっとはっきり言えるんですか？だってもう半分まで来てるもん、そろそろ。なるほどね。うん。なんかみんながわーわーわーって映るところは、コスプレしてるところはまだ行ってない。まあ、全然まだです。あ、全然まだですか。まだです。これは失礼しました。はい。ね、大宮栃木も引き分け1取りまして。まあでもだからこう見てると全体この日も岡山に対して新潟は負けてしまったところありましたけど、はいはい、やっぱり全体見てると京都とか琉球とか新潟相手に何をしようかってことを各チーム結構研究してきてるのかなっていうのはすごくありますね。なんでまあいわゆる出る杭は打たれるじゃないですけど、はい、そうか、だからマークされるとね、うん、やっぱり対策されるってことですか。そうですね、
あとはもしかしたらね、まさ、ちょっともう一個私ちょっと思ったことがあって、うん、はい、あの我々2019年、特にあの横浜 FC のあの通信簿シリーズで、はい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 、ぶっちゃけ前半戦中盤戦はまあ上位の後のこう2番手ゾーンにいていいと、潜伏してね、そうで、うん、そこで移籍のところを回避して、風よけだね、スリップストリームだね、うん、で、うん、後半戦にギュンとこう伸ばしていこうって話になってるんですが、横浜が上がった時のパターンですね。そう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 、うんうん、でももしかすると、まあ、去年はちょっといろいろあったからですが、はい、今年はやっぱり、まあ、やっぱり J1 クラブが結構睨んできてる可能性が高いと。睨んできてる、うん、うん、あの要は今年は東京オリンピック世代、うん、特に選ばれなかった方々とかがかなり海外行っちゃう可能性とかがってことがちょっと示唆されていて、はいはいはい、あ J1 からね、そうってことは J2 の選手が欲しがられるということですね。そうなんです、はいはい、なんで周囲以下ぐらいに潜伏しちゃってると、うんうんうん、いい選手って持ってかれやすいと、はあ、いわゆる上位潜伏の場合だと、いわゆる自分たちがそのままね、あの昇格できるから、昇格の可能性がある以上ね、まだあれだけど動きませんわね。そうなんですよ、うん、注意ぐらいで潜伏になっちゃうと持ってかれる可能性があるから、一回ブーストかけておかないと、ま、逆に違う考え方が必要なのかもしれないってことですね。あの2019年以前とちょっと違うのが、あの3枠じゃなくて交代が5枠になったから、あ、いっぱい欲しいわけだね。そう、出られる選手欲しいんですよ。なるほどな、アクティブプレイヤーがね。そうなんですよ、欲しいわけですよね。だから意外な選手が J1 昇格とかやっぱりありえると思うので、そのうちなんかね、5人交代にこう特化した感じのね、うん、リリーフ的な人が出てきたりとか、出てくるかもしれませんね。そういうサッカーになっていくんですかね。そうですね、5人交代いつまでなんですか。僕はずっとでいいような気もするんですけどね。じゃあ、あの、責任ないただの一ファンとしてはさ、一応このままだとなんだっけ、うん、カタールもそうだね。カタールもそうなの。うん、このままいけば、いいじゃない。でもだからその中で審議されるでしょうね、うん、まあそうでしょう、うん、いろいろ考えた結果の3人だったわけだからね。そうですよね、うん、でもあのもう一個思うのがね、うん、あのこの5人交代とかってことやってる間に、はい、あの我々も動画出しましたし、皆さんもご存知だと思いますけど、うんうん、オフサイドのルール来年変わるじゃないですか。来年の7月、うん、そうですね、変わるんでしたっけ。ってなるとやっぱりスプリント結構強化、ね、なってくると思うから。それで G7 で決まったんですか。そんな世界的なもの。いやでも、まあね、我々にとってはそのぐらい大きなことですからね。そういうことですね、そうなってくるとやっぱり交代5枠ってなんか続くんじゃないかなって、なんか勝手ながらですけどね、思っちゃいますけどね。オフサイドが変わると、あのいわゆるスプリントをする回数とか増えてくるんじゃないかな、うん、だって無理にでもディフェンスの奥に突き抜けていいわけじゃないですか、ってなるとスプリンター結構重要になってくるので、うん、スタミナ食いますから。いやだからって言ったってルールが5時になる理由は何なの。そしたらだってね、うん、あの交代後の方がいわゆるいろんな戦術的な要素が加味されてるから、うん、そっちの方がいいんじゃないかとか、面白いなっていうこと。そう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 、なるんじゃないのか。でもこれセンターバックとしてはたまったもんじゃございませんやね。まあね、まあでもだから、まあそれはね、うん、まあお偉方が決めていくと思いますから、まあさてどうなるかと、うん、まあいったところにはなってくるでしょうか ね、 ね。これその代わりにね、センターバックに与えられる特、ね、うん、特権とはっていう大喜利、サッカー大喜利でね、サブちゃんでやったなんだっけな、ペイペイポイントがもらえるっていうのが面白かったですよね。でだよ。それを解決するルールじゃなくて、ごめんねのポイントもらえるっていうね。サッカー面白くて。それがちょっと面白かったね。面白いですね。見てみてください。よかったね。ぜひぜひよろしくお願いします。トラナのチャンネルでやってます。はい。そうですか。うん。いやー、まあ、エキサイティングでしたね、今日もね。そうですね。本当に。でもいろんなの、あと川西選手と川島選手、いい連携とかね、岐阜なんかでもあったりしました。ただ僕ね、もう全試合の中でやっぱり、あの、一番印象残ってるね。はい、あの実況行って現地着いてタクシーの降りてね、もう、うん、なんていうのかな、うん、ブースがいっぱい出てるんですね、いろいろ。あ、はいはい、沼津さんのね、はい、まあ、にぎわってたんですけど、そこでね、カイダーのね、焼きそばの匂いがね、まだ忘れられないですね。なんていうのかな、運動会の焼きそばの匂いですよ、先生。あ、夏のね、こうちょっとなんかこうそよ風に乗って、あそこ、あの沼津のこうさ、海の方からバーッと上がってこう高台になるから、風もファーッと通るんですね、あそこであのソース焼きそばの甘酸っぱいこう匂いがね、うん、大丈夫ですよね、これ乳製品じゃないですよね、先生ね。大丈夫ですね。好きでしょそれ。そうですね。あ、子供の頃の運動会思い出しましたよ、私。もう焼きそばが食べたいなーなんて思っちゃいますけど、あれね、家じゃ作れないんですよね、たくさんの油とでかい鉄板がないと、あれは、
お祭り感ちょっとありますもんね。そうなんですよ。なかったです。ちょっとお時間の方がなくてですね。かわいいな。そうなんです。そうだったんだ。という日曜日でしたけどもね。そうですね。もうあとは、もう今週はまあね、ユーロそのコパとかもありますけど、はいはい、まあ代表ウィークもこれで U24 と、はい、なでしこはもうチームはもう解散しまして、はい残りは6月15日火曜日に行われる、うん日本代表 VS キルギス代表の試合だけと、はい、ついにこんだけ長かった代表ウィークもついに終わるという。そうなんか早かったですね。始まってしまえばね。そうですね。なんか始まりますよ来ますよなんて言ってたけど、始まったらなんかトントン拍子にねこれねーやりましたね。でもいいと思います僕ね。このままずっと代表戦続いたら人生俺もうすぐ終わっちゃうと思うんですよこんだけ早く感じたってことはね。そうですね。だってこれ代表戦見てチームカム見て、代表戦見てチームカム見ての毎年途中からなでしこも始まってね、大変ですよね。なでしこのチームカムもあったりとかしてもね、大変ですよ。なんでここからは、こんなサッカーばっか見てる場合じゃないんですから、 J リーグも見なきゃいけないのにと思ってね、ふっと息抜きでねユーロ見ましたよこの間全部サッカーじゃないかウィーでやりましたよ休憩で全部サッカーじゃないかもうそうです。そして、まあ、さん、はいはい、火曜日には代表戦なんですが、はい、水曜日、まだ残ってる天皇杯2回戦。はいはいはい。6試合。ですね。楽しみだな。行われます。すぐ楽しみだなって言っちゃった。そうなの。楽しみですね。で、週末には久しぶりに J1 が帰ってきます。はい。久しぶりですね。3週間ぶりぐらいですか行われて、ね、全然違うものを言ってるんですよね我々はね。そうなんですよ。もう西と東ぐらい違うこと言ってるのか、サッカー知らない人からしたらバカじゃないのって思ってるかな。まあね、まあ聞かれないから。サッカーの話だからね。いやいやいや最高ですよ先生。そしてあとそうでしょ、ここまで聞いてくれてる方はね。ね本当にか、はい、J1、J2、J3、はい、日本代表 U24、なでしこ、天皇杯、ルヴァン、幕の内弁当、ビュッフェや。さらにユーロコパとして、まさに、そして来週からは、6月22日より、A の C の L も始まります。いいですよ。ありすぎですね。ありすぎはいいですね。で、ACL やってる期間で U24、まあ、いわゆる東京オリンピックのメンバー発表もどうやら6月下旬行われますので、日付決まってないですけど。サミットやってるの知ってます今先生。あ、そうなんですかそうなんですよ確か。わかんない、もう終わってるかもわかんないですけど。ちょっと、ね、そういうのは僕がちょっと言ってきますんでそれは。先生忙しいんでねそれね。そうですね。はい。ということでございますか。そんなところでございます。まあいっぱい喋りたいんですけど、多分1時間とかいっちゃうんでね。秋田の話めちゃくちゃしたかったりだとか、もうしたいんだけど。しちゃいなよちょっと。あ本当ですか、うんうん、あの私あの町田ゼルビアさんのね、うん、あの、まあ、アベマでやってるあのゼルツクで、はいはい、ゼルツクさん、あの今回の松木安太郎さんと私ちょっとコラボさせていただいたんですけど、何それ実は皆さんあの放送、いや僕は喋ってはないんですが、うん、僕があの資料提供させていただいたのは松木さんに読んでいただいたという形で、うん、それコラボなんですか。一応コラボですね、はい、そこででも話した内容ちょっと本当町田の方に申し訳ないんですが、はい、当ててしまってお送りさせていただいた資料が当ててしまって、あの今回あの鈴木純也選手の、うん、にあのだいぶ警戒してほしいってところの資料をお送りさせていただいて、はいはい、まあ、空中戦とかデュエルとかももうバチコーってこう秋田やってくるから、うん、明日警戒だよって言ったら、まあ、その鈴木純也選手が1ゴール1アシストで秋田0-2で勝つという、はあ、こういうのがあったりだとか、なんか神がかってますね先生。ありがとうございます。なんか悪いこと言わないでくださいよ特にこのゼルツクでこう話させてもらったことは結構当たってしまうってところがあるので、もっと町田にいい情報は毎回出したいなってのはすごく、細木和子的な人気出るんじゃない先生コンビニに小さい冊子売りましょうよやりたいです。そういうなお仕事をお待ちしております皆さん、あとねちょっと2試合だけで、あと最後ちょっと触れさせてもらいたいのが、どこだったかな、うん、さぬき福島戦と、はい、あと京都群馬戦でちょっと面白いシーンがあったんですよ、うんうんうん、まあ、両方ともあの得点シーンにはなっちゃうんですけど、はい、やっぱりあの京都といったらまあさ、はい、ピーター・ウタか、いやもう分かりますよ、僕もそれ言いたかったですけど先生次行ったからそこカットしたんです、もう泣く泣くあのシュートでしょ、アメフトみたいなやつ全然違う違うんかい違うんかい、そう
さぬき福島、福島といえば、でフォワード磯原選手。あ、はいはい、磯原選手。あのこの2人実はストライカー部分以外にも共通点があるんですよ、うん、クリア数の多さ。クリア数戻ってるってこと？あのいわゆるコーナーキックセットプレーの時の跳ね返し。はいはいはい。そこで高はねストーンみたいな位置にいつもいますもんね。そうなんですよ、うんうんうん、そこで考えた群馬とさぬきの共通のやり方、うん、はい、ウタカとイスマイラの方向に向かっていきながらも、うん、彼らの頭を絶対に超えるコーナーキックを。うわー、その形で失点してたね。両方とも同じ形なんですよ。はー、ウタカの上、イスマイラの上を超えた結果でファーで得点ドーンっていう。なるほど、これは面白いことしてたなってのが。はー、すげー。うん、そんな気づきますね先生。ほぼなんかね時差ぐらいで起こったのもあったんで、もうそれでつぶやいちゃって僕もツイッターで。はいはいはい。だこれやっぱね全部見てるとやっぱ面白いことって起こるもんだなって思いながら、なんかワクワクしながら、ね、あんたにはかなわんわ。ありがとうございます。ありがとうございます。もっとサッカーちょうだい先生に。もっとサッカーちょうだい。いやもう YS 話とか8歳の話とかしたいんだよな。ちょっとね先生多分今夜一人の配信すると思うな。いやもう眠いから。砂糖ラボをやっちゃうと思うな。ね。あとなんかちょっと気になったんですけど、琉球のあのね、はい、勝利インタビューって言いますかね。ええ。あれ、聞いてる女性、いい声、美声でしたね。美声でしたね。美声でしたけど、なんて方なんですかね、あれね。あれ、そきも。ちょっとインタビューしたのがありますんでね。そうですね。近日。これあの、6月頭に撮りましたけども、琉球ね、はい、いい流れになってるんで。のところで、なんで火曜日朝とかな感じで出せたらいいかなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。竹山さんのインタビューでございまーす、はいはい。というわけでございまして、先生。今日は以上ですかね。うん、そうですね。今週はサッカーは何があんの？いや、もうさっき言ったじゃん、それ。がっつり言って3分ぐらいかけて、それ。あれ全部今週にあんの？全部今週、まあ、ACL だけ来週ですけど。なるほどね。はい。ちょっとなんか、メルマガとかで教えてくださいよ、全部。なんで俺まさに出して。ノーミルク河原版みたいな感じで、毎日教えてくださいよ。新たなビジネスが立ち上がるぞ。先生のレコメンド、何時からこれ見て、ここで飯食って、これでこれ見て、こっちで見ろ、つって。そういうの欲しいです。大変だな、ね、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ということでございました、はい、みんなそんな暇じゃないから見れないよね、そうですよね、全部はね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今週も楽しいサッカーを見ちゃいましょう。サッカーをもっと楽しく、ミルクサッカーアカデミー井上山でした。ノーミルク佐藤でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあね、今年もじゃない、今週もよろしくお願いします。あの YS がね今回ちょっとメンバー変えてやってきた理由なんですけど、いいよ聞きたいな。ゆっくりまた、はい、ありがとうございました。